はい、ひとつきまさしみずです。今日はですね日本の政治が抱えている構造的な問題でそれに対する変化という意味で明石市の市長選挙というのをですね、えー、取り上げてみたいなというふうに思っております。なんせですねあの統一地方選挙が明けましたが今なかなかこんなことなかったよねって思うのがですね例えば G 通信ね3月26日の記事で 与野党、子育て防衛で絶戦、統一地方選挙初の週末というふうになっているんですけど、今ですね、なんと争点になっているのは、防衛と子育てなんです、子育て。ね、うん、で、この子育てっていうのが、ここまで争点になるということはなかった、さ、ね、ら、えー、に、えー、岸田文雄自民党の、ね、総裁であり、内閣総理大臣はですね、 3月17日にですね内閣総理大臣記者会見というのを見ると、子ども・子育て政策についてっていうことでですね発表してるわけなんですよね。この3月17日の段階で、要するに統一地方選挙が近くなってきたから、子ども・子育て政策についてですねきちんとやるんだというふうにこう言っているわけなんですよね。これが争点だからこそこのタイミングで言っていて、なんと、しかもですねあの嫌われ政治家ナンバーワンとも言えるですね、 自民党の茂木幹事長がですね,ね子育て大事なんですとかって言うとん、うん、どの口が言うとんねんお前何言うとんねんというふうになるんですけど、まあ、でもね今あの、明らかに子育てっていう部分に関してですねすごく選挙の関心が集まっているんですよ。でね でこれに関して自民党って本当汚えなって思うのがさ、なんかいろんな子育て世帯のシーンが大事だとかって言ってくる、いや、それって昔っから野党が言ってたことでさすが自民党ですね。ね、その丸パクリの自民党でございますから、ね。うん、で、実際に子育てに関して、一番成果を出して活躍されているというのが明石市の泉市長だったんですけども、えー、このですね暴言。 パワハラということで、もうおやめになるというふうに発表したので、えー、別の後継者がこう出たんですけど、皆さんにちょっとね、考えてほしいんですよね。あの暴言というのはですね、何かっていうとですね、まああの市民の税金を食いつぶしているような奴らに対して、あいつんちょいそこになんだろなっていうふうにぶち切れたんですよね。そ暴言そ<れ> <laughs> 暴言暴言って言うそれ。ねむしろ頼もしくないですか <laughs> ね。 でそれ,に、ね、それをね、あのでもあの、まあえー、明石市の市長に対して嫌、えー、だなっていうふうに思ってる人たちがそれをですねあのえ暴言受けたパワハラ受けたパワハラ市長暴言市長やとかっていうふうに言ってこうやめるというふうに言われたんですけどいや自民党素晴らしいこういうね昔ながらの利権の人たちはですねこういうねあのお前の方がよっぽどパワハラとかやってるやろうっていうふうに思うんだけども。 こういうふうにきちんとねガレイン飲水、研究を腐敗してくるというのはですね本当にねあの自民党らしいし、えー、こういう地元のねあの悪い人たちだなというふうに思うんですが明らかに今子育て子ども世帯どういうふうにするかっていうところが争点になってきているんです。でこの構造的な変化が本当に引き起こせるかどうかっていうのが全国の統一地方選挙の中でも、まあ、一つ注目しているのがやっぱり赤石子 なんで、すよねでこれをあの安富さんが語ってくれたという、今日はそういうい動画ですよねここはもう、赤石の泉さんはやっぱりね、すごい重要な政治家だと思っているので、いや重要な政治家でしょう。ええー、もう政治家じゃなくなっちゃいますけど、でも、この政治家応援団みたいなやつにならはるんですけど、うんでも今までやってきたこと、本当すごいと思うんで。いいやすごいね これをね、うん、あの検証できるかどうかね、これはもう未来占いますいやー、もしここで自民党とか政治の、ねうん、争点とか含めて、今、子育てとかになってるんだけど、うん、実際に結果を出した明石市長の泉さんが、市長を辞めても、それをしたいんだっていうことをですね、明石市の人たちが選べば、これは本当に、うん。 構造的変化が起きる。若い世代たちを応援していこうっていうことに。まあ、なるんですよ。これは。なかなか素敵な。あの出来事だし。そう、で、これは継承できるかどうかね、本当ね。ただ、ね、日本の資金指ですね。おそらく、あの、この動画を見てる人たちの中で。子育てとか言うても、俺は子供も,もいいし、結婚もできてないんですとかっていうふうに言う人たち。いると思います。当然います。だけどね、実は。 ちう,、まあ、違う私もそうなんですけどね。私も子供いないんだけど、あの <laughs> <あ>私も子供いないんですけど、しかもロッツジェネ世代で、法、ね、て的盛りかよって思う気持ちは確かにあの1%ぐらいはあるんですが、何がいいかっていうとですね、子供を優先にするっていうことが、自民党も含めて、ね、政治の争点になって変わっていけば、利権が変わるんですよ、これ。 意見構造が変わるんですよ。だからあの古い政治っていうのは変わらざるを得なくって、これすごい変化になる可能性があるんですよ。これはねちょっと期待ですよね。うん。うん、でも期待と同時にやっぱりね結構際どいと思うんですよね。うん。こう全力をあげて取り返しに来ますから、うん、自民党公明党。いやーそれそうやろ。うん。うん、でそれにななぜかこのえっと 大阪区区長とかやってたんですね、うん、西の市長を2期やってからなぜか大阪区長やっていた大阪区長やってた時ことはあいつにってことだと思うんだけどその人も出ているので、うん、お三つどもえなんですね、うん、なるほどなるほど、うん、でここでですねあの勝てるかどうか、うん、結構重要、うん、確かに確かにそうですね うん、本当に勝てることかわかんないんでねやってみないとわかんないんでいや何か、ね、これやってみないとわからない選挙ですよ維新といえばですね「あのうん、子供の予算は削りまくれ」どっちかってったらだからねあの闇教育推進政治勢力ですからねいやーそうなんでねただねこれ、うん、明らかに安倍晋三さんがズドンと撃たれてうん、うん、でそしてしばらく経ってから 空気感が変わっっててきたなって思うのが変わりましたね。子供を応援するっていうのともう一個 LGBT 差別とか含めたいろんな差別ってよくないよねっていうことがですね、うん、結構あれ空気感変わってきたかなっていう感じがするんですよ。でその時代の流れにあがどういうふうに選挙という形で見られるのかこの時代の流れっていうのがもし進んでいるのであれば。 自民党だからその時代の流れが日本どっち方向にいっているのかっていうのを占,、ねうん、うこれ占われる、ねうん、あのすごく重要な選挙だし、えー、全国の自民党ですらね子ども子育てが大事だとかって言ってるこの状況ね、えー、そんな中で、えー、泉さんがどういうふうに活躍されるのかっていうのも含めて、えー、うちの番組にも出てくれましたからね是非ね見てほしいなというふうに思います。それではスタート はい皆さんこんばんは安ストメンです、えー、と引き続きですねピンクのヘッドセットでやっていますこれはあのいいマイクを使うとですねなんかちょっといろいろミスして、えー、後で音の処理が大変でですね、えー、1時間半の動画撮るってそのなんか音の修正するだけでなんか2時間ぐらいかかるとかしてましてですねもうちょっと大変すぎたので え元に戻すのも悔しいというわけであのちゃんとモニタリングマイクをですねしながらやってやるぞということで多分ですね音良くなってると思うんですけどちょっとまあご感想お願いしますそれからまあ意外にですねこのピンクのヘッドセットが気に入ってしまったのでえもし可愛いと思う方がいられたらですね可愛いって書いてくださいでそれからあのえまあ今日はですねそれでまあ本題ですけれどもあの明石市のお話をしたいと思います 前にですね一月つき万冊で明石市の泉久保市長に出演していただきまして、えーまあ、その結構な数の再生回数いろいろいっぱい多くの方が感謝を持ってられるようで、えー、見ていただくことができましたで実はですねその前に私はあの、えっと泉さんにですね、まあ、紙面でインタビューをしていたんですねはいえー、子ども情報研究センターの、えー、機関紙の原っぱという ところでですね実は連載をしておりまして、もう2年、3年、3年ぐらいやってるのかな、結構な数になっていまして、で去年のですね3月ぐらいに、えー、まあこれはやはりその子供を守るという観点から、ですね具体的に地域の、酒蔵の,の政治を推進しておられる泉さんにですね一度お話を伺うべきではないかというふうに思いまして、で提案したわけです。 であの子ども情報センターの方からですね、明石に申し入れしていただいて、えー、許可を得てですね、えー、泉さんに1時間ぐらいかな、一時間半ぐらいのインタビューをさせていただくことができました。で、それに基づいて、まあ、記事を書いたわけですが、ところがですね、あの泉さん、ものすごい早口でいっぱいお話になるし、それに私がですね、こう自分の考えとか解説とかを書き,ながらこう書き加えるとですね、えー、到底1回では、しかも私、4ページぐらいしかやってないので、 見開きに1、2、3、4ページぐらいで、えー、全然ですね、入んないので、これ、分割しますねっていうことで分割し始めたらですね、結局、4回連載することになりました。で、4回って、実はですね、この雑誌は、昔はなんか、週刊とか月刊で出てたんだけど、なんかだんだんあの高齢化とかで,ですね <laughs> あの回んなくなってきたみたいで。 あの年4回しか出てないんで、結局、1年間にわたって、泉房穂さんの、えー、インタビューを4回連載するということになりました、でその間にですね、えー、まず、あのーまあ、脅迫事件があり、それから、えー、泉さんのですね、あのー、本籍決議とかがあり、それから、えー、それにぶち切れて、ですね、あのー、怒鳴りつけるという市議をですね次の選挙で落としたらえっって、りつけるという事件があり。 それれででとうう辞任されてしまうというですねただしあの、すぐ辞めるんじゃなくて次の選挙でも次は立候補しませんという形で辞任しかも政治家はもうやりませんという表明をなさってですねおかげで、えー、ずっと泉さん注目されておりましたので原、えー、っぱのですね読者の方も非常に興味を持ってお読みくださったということでございましたので大変ありがたかったんですが。 で,あのでも、の泉さんのですねインタビューを私がやって、まあ、それについて解説を書いてて、まあ、分かったんですけども、まあ、一つの市の市長をずっとやるべきではないかなと、えー、むしろその日本中に泉不作法のような政治家を誕生させる、そういうことをですねなさったらいいかなっていうふうに思っていたので、まあ、どちらかというと、ですね今、まあ、起きたことはひどいことでしたけれども、結果としてはですね、 まあ悪くなかったかなとかいうふうに思っております。であのー、最終的にですね、あの赤石市民の会というのを立ち上げられたわけですね。まあこれがあの赤石市民の会のとホームページですね。ででこれを,をですね、政治的なあの赤石さんがまあ当然そのまあ会長になるのか代表になって、えー、まあ次の選挙をですね。 この4月の統一地方選挙で赤石子のですねいろんな選挙が行われるのを戦おうという、まあ、そういう非常に大胆でかつ素晴らしい試みだと思いますがをなさりましたでそしたら、えーまあ、ものすごい数の100人とか200人の数ので、まあ、次戦、他戦いろんな推薦の方がおられてでその中からですね市長候補それから、えー、県議の候補それから、えー、市議をです、ね、の候補が5人かな。 それを最終的に擁立されることになったんですねまあ本来の目的としては8、えー、多分、えー、過半数を取りたかったなと思うね10何人か当選させないと過半数取れないんですけどいくらんでもいきなりそれは無理だなっていうことだったのではないかと思いますがそういう試みが始まりましたであのー、これはですねあのな流れとしてはあのー 大阪の維新の会に似てますね、でも大阪維新の会のですねはあの、まあ、最悪、最悪ですね、それは何かっていうと、あのまあ、子供に対してですね非常に抑圧的な態度を取る、私は政権だと思うので、あの強く反対しておりますが、大阪が、私の故郷は大阪ですので、そ,のそこがですね、ああいう集団によって乗っ取られてることに対しては、非常に強い。 危惧の念を抱いておりますけれども赤市はですね逆ですね子どもを中心にした政治というものがですね、えー、泉府市長によって11年間もうちょっとかなもう12年になるのかなにわって、えー、展開されですねその間にえっ、ー、と市役所の構造とかですね、えー、政治の中でも大きく変わっていますですからそれがですね今度は、えー、泉府佐穂というですね 特別な人ですね泉房穂さんっていうような方、まあ、本当に日本にもう一人はいないなって思うんですけど、何が特別かというとですね、一つは、だからご出身が、えー、その漁師のお子さんなんですね。だから、えーと、親戚一同、誰も大学に行ったことがないというような、そういうお生まれです。で、東京大学の教員とかやっておりますと、ですね、まあ、そんな人見たことないなっていう感じなわけです。あの私はですね、えー、片方の祖父が 大阪の、えー、大正区っていうところのあたりのですね港の沖中市沖中市という職業はもうないですねあの荷物を運び込んだり船に荷物を運び込んだりする仕事その妊婦ですよねそのをしていたんですで、えー、まあ、そこであの当角を表しつつあった頃にですねあの結核になって亡なくなってしまったらしいんですがまあ、戦前のことですね まあそういう感想ですから、その後あの私の父なんかはえ大阪市のですねまあ大阪の,まあその最下層民のようなところにいた人だと思うんですけども、そういう人がですねその片方の親にいるなんて、先祖、父親、祖父、祖母のうち一人がですねそういうふうになってるいる東京大学では教授としてはかなり異常だと思います。一番すすごいのはですね 島薗、ね、進先生という宗教学とかの先生で、えー、もう体感されておられて上智大学とかの教授なさってると思うんですけど原子力発電所のです、ね、福島第一原発事故の時に東京大学の教員はほとんど黙りこくってたんですが私を含め数人の教員がですね声を上げましたその中の代表が島薗先生でしたね島園先生はですね。 す、えー、すごいですよあの両方のおじいさんが、えー、東大の医学部の教授で片方は学部長でもう片方は病院長だったそうなんですけど「まあ、キンキラキン」のサラメですね、まあ、こういう超純金みたいな方で、まあ、そこまでのすごい人はまあそんなにいえないでも、まあ、割とそういう感じの人がやっぱ多いんですよねそれでその、えー、私みたいなのがもう最下層民ぐらいの感じで。えー 学生でもですね、そなかなか本当にその泉さんのようにですね、誰も周りに大学なんか行かないよっていうような感じの方はです、ねまあ、いないわけですね。それで、えー、本当に塾も行かないでですねあの、自分で勉強して東大に合格されたっていうのはすごいことですが、それは理由があって、弟さんがですね、まあ、あの障害のある方で、えー、めちゃくちゃ嫌な目に遭いじめられる。 社会というものはですねひどいことをするんだとで子供の時にですねあの怒り狂って絶対偉くなってお前らに復讐してやるこの社会に復讐して世の中を親切にしてやるっていう、まあ、あのそういう強い復讐心を抱きでそのためにあのめちゃくちゃ勉強して東京大学に入られたんですねで,、えー、でそれから、えー、東大入るだけでもすごいですけど NHK に入って N. H. K. の前になんか、ちょっと待ってくださいね。朝日新聞も言ったわけですね。まず N. H. K. ですね。まず N. H. K. に入って、で、しばらくしてやめて、朝日新聞、じゃ、テレビ朝日に入って。で、しばらく、すぐやめて。あのー、石井こう議員の秘書になってるんですね。で、これもすごい話で。えー、あのー。テレ朝の職員の時ですよね。きっと、あのー。石井さんの本。 つながればパワーという、実は私、まだ見たことがない、残念ながら読めてないんですけど、本がありまして、でそれを読んで、えー、素晴らしいってって、その出版社にかな、あのそれともあの事,事務所があったのか、お手紙を書かれたと。そしたら、石井聖輝さんからです、ね、ぜ、え、ひ、ー、会いたいということで、お呼び出しを受けて、で会いに行ったらです、ねあの、実はその誰もいないんだと助けてくれる人が、<laughs> で選挙に出た,出たいんだけど、 あの手伝ってくれんかっていうことでですね、えー、いきなりあの秘書になってくれと言われて、であのでそこはまあすごいですよね、分かりましたって言ってあの、会社辞めて秘書になって、でで毎日毎日、ですね、えー、街頭演説とか、朝4時とかに起きて、えー、引っ張り出して駅連れてって、演説させてみたいなで、演説してたら下手くそだなとか思ってたっていうふうに言ってたんですけど、まあ、あんまりその、なん弁説の回る方ではないですね。 ものすごく論理的にきちんとした言葉を使われる方ですが、街頭で,です、ね、人々に訴えかけるのはうまかったかというとそうではないと思います、ねその。で、その石井幸喜議員をです、ねあのまあ、支えて選挙したんだけども、えー、非常に検討したんですが、確か、ね、社,民社民連から出たんだと思いますが、当時は抽選局制で、検討したんだけども、あの時点で落選したと。で、それで、えー、もう次までやりますと言ったらですね、石井さんが、 えもういいと、えー、あなたはこれ以上引っ張らなきゃいかないから、自分が政治家になってくれみたいなです、でもいきなり政治家を目指したって大変すぎるから、弁護士になれって言うんですね。で、何言ってるんですかって,って、あの石井明さんはですね、明ゃん、<laughs> 泉さんは教育学部のご出身で、で、法律とか嫌いな、弁護士の,その,もの,の気持ち悪い,い,い,ののい、嫌だ嫌だみたいな、嫌い嫌い嫌いって感じだったんですけども、 弁護士になれと。で、弁護士になったら、えーと、それで地元に帰れと。で、帰って、で、活動した、弁護士としてですね、その社会のために活動したらそで、そこからですね、立候補してほしいと。で、弁護士っていうのは非常にいいんですよね、あの選挙落ちてもですね、あのすぐ仕事はあるし、で、集んでもまた別に、政治家の間に抜けてもまた戻れるので、政治家になりやすい仕事なんですね。で、それで、で司法試験を受けろってって、受けてですね、言われてですね。 まあそこはすごいですよね、さすがにめちゃくちゃ頭よくて、えー、一瞬で司法試験一生懸命受けて受けたら、すぐ通る、すぐあんたもすぐだみたいなこと言ったんですけど、さすがにさすがの泉さんもです,、ね、すぐには通らなくて、何年かかってで、その間に石井さんは国会議員になったそうです。で、あとからですね弁護士になってで、それであの明石市で活動を始めたわけですね。でそれで そうこうするうちに、えー、石井さんはですね、恐ろしいことに、その石井聖議員がどういう人かっていうことに関しては、ですねもうたくさん動画を撮りましたけれども、えーえっとまあ、国政調査権というものを使って、ですね日本の,その国会議員というのは国政調査権というのがあって、それで日本国のですねその官僚とか、それからまあその国が出資している 校舎とかそういういものののででですすねね内部の監査ができるわけです、ね、それでいろんなことをデータを出させるんですけどもこれがですねそのめちゃくちゃ変なデータの出し方をしてきて、えー、全然出してこないとかそういうのそういうものを乗り切って乗り越えてですね延々としつこくしつこくやっていろんなことを明らかにされたんですねつまりだから日本の財政っていうのはいろんな形でそのいわゆる完成経済っていうふうに石井さんが呼んでいるものですけれども。 それれによってて、ねえーまあ、吸われているとで単なちょっとす体の蚊に食われたとかじゃなくてドラキュラに吸血鬼にジューって吸われるぐらい吸われていてですね、えー、日本経済の半分ぐらいが完成経済に支配されていて片膀飛行になってるんだっていうことに彼は、まあ、気づくわけです、まあ、そういうふうに考えるようになったわけですねで私ははそれはだ、えっと、正しいと思ってますが でそれで、いろんなその日本社会のですね最も中枢にある構図、なんでそんなことに彼は興味を持つようになったかというと、ソ連に留学しておられて、ですねでそこでソ連の,その官僚システム、社会主義のですねと,んでもないとんでもない仕組みというのをですねつぶさんに見て、これはとんでもないわってって、日本に帰ってきて、日本の,ですねそのシステムがソ連にそっくりなんだと、だからやばいと思って政治家になることにしたという、そういう方ですが、そういうことをやってるとですね、 命を狙それであのある朝ですね自宅前で国会で質問しようとしていた時にその資料をかばん持ったかばんを持った時にあの家の前で刺されですね命を落とされでその資料は行方不明になって見つかってないわけですねまあそういう議員ですでその議員にの最初の秘書だったわけですねだからまあ最も深い関係のある政治家が 泉ふさんさんだと思うんですがで私はだからあの、えっと、経済学の船でこちらですねこの本か書いてそのまあだから世界というのはまあ一応あちこちにこコミュニケーションの結節点があってその結節点を占拠する関所みたいなものがありそこでですね通行料を巻き上げるやつがたくさんいるんだとでそれがその資本主義の一番基本であるというふうに考えておりましてまあそれの大元締めが国家であると。 で財政というやつはその赤書システムのですね、まあ、その総元締めみたいなもんなんだろうと思っておりましてそういう観点からその財政日本の財政について調べようと思ってですね何にもないんですねそ,のそういう研究が。日本の財政学とかいうのはそういう観点から全く行われてなくてで、まあ、ジャーナリズムとかもあるんですけどうまあ、っと断片的でその全体像が分からなくてあどうしたらいいんだろうとか思ってた時に。 AC 後期の本に出会って、ですねこれはすごい、これだ、これが私が知りたかったことだと思って、感激してみたら、ですねそれはあの暗殺された民主党の議員だったということを知って,て、もう衝撃を受けましたね、なぜ衝撃を受けたかというと、もし石井さんがですね暗殺されずに、そのまま政治活動を続けてられたら、民主党政権はですね全く違ったものになってたと思いますね、官僚システムにあんなに好き放題されることは絶対なかったです。 さんすべてを理解しておられたので、そこをですね掴むことができたと思うんですね。でまあ、ついでに言うと、えー、と本当の時総理大臣になるべきだったのは、えー、と小沢一郎さんですよね。ところが、彼はですねその足を引っ掛けられて、えー、本,当本当に些細なことで、ですね足を引っ掛けられて、えー、その政治活動ピークの時に、えー、とき、ね、に、閲覧会じゃないで あの西松建設をめぐるです、ね、事件によってです、ねあの、人が逮捕されるという事態になり、党代表を辞任してです、ね、幹事長になるっていうことで、あれがなければです、ね、そして石井さんがいたら、小沢首相で、えー、でその石井幸喜副総理みたいな、少なくとも財務大臣、大蔵大臣、まあ、そういう政権ができたかと思うんですけど。 その婦人であればですね、えー、官僚システムと戦えたんじゃないかなと私は思っています。でそれがですね起きないように、えー、その暴力とそれから検察の力を持ってですね措置されたっていうのはまあすごい見事なもんだなと思ってですね暗淡たる気持ちになったわけですがで、まあ、その石井聖議員 の思想というものがですね私はまあ非常に現代の日本社会を理解をする上でもう20年以上前になっちゃいましたけどもその間にですね起きたことはいい方向の変化は起きていないというふうに思うので基本的な理解そこが病相であり続けているそれはまあ病がですねどんどんきつく厳しくなっていってしまったなというふうに理解しておりますが、まあ、その石井議員のですね、えー、と最も その思想が近い、そのそれとですね、最も共に活動した、深く活動した政治家の一人が泉佐保市長なわけです。まあそれであの伊以前泉さんという人がいるっていうのを知ってですね。でしかもあのその政治のですね、中枢がその子供に対する子供を守るということであると私は理解しました。で私自身がえ東松山のですね市長選挙、それから、えー れいわ新選組からの,です、ね、あの参院選、その2つの選挙に出たわけですけどど、まあ当然どちらもです、ね、当選する見込みは最初からなかった選挙だったので、えー、いわゆる、ね、本気で選挙に出られた方々とはま全く違うんですけれども、そこで,です、ね、子どもを守るということを政治思想としてです、ね、確立すべきだ、そう思って立候補したわけなんですが、まあ、そのことをです、ね、もっと前から。 しかも市長として実行しておられる方がおられるっていうのを知って、まあ、お話を伺ったわけです。でまあこれがその泉市長、暴言責任取り、来春退任、政治家を引退というマス記事ですね。えー、これはそのなんでそんなことになったかってその前にね、8年前、4年前でしたっけ、あの、えー、選挙の時に。 突然ですね、テープが出回ったんですね、録音が出回って、ね、テープ、テープでもない、ね、録音が出回って、ね、どういう録音かというと、ですねあの職員をですねふざけんなボケってもうめちゃくちゃ怒鳴りつけているっていう、そういう音声が出回ったんですね。で、でその辺でえっで、と、そうやってそのパワハラだとかいうのでえ、パワハラ市長ということでですね、えー、でも辞任してもあ、もう辞任して、市長になる、もう市長もう次の選挙で出ませんというつもりで辞任されたらしいんですが、そうするとですね、 多くの地元の方がですねふざけんなと <laughs> お前が辞めたら困るって言って特にですね赤獅子の子供とかそれから老人とか障害者の人々に対する手厚い行政を見て転居してたた方々がたくさんんおられるんですねそういう方々が、えー、あんたがいるから引っ越ししてきたのに辞めるとは何事かということでもう一回出ろという非常に熱い思いを伝えてくださった方がたくさんおられたので,で、まあ、それで。 出直し選挙で出馬されてですねまあ圧勝するととんでもない圧勝されたわけですで、まあ、それによって非常に全国的に有名になりましたでその後ですねでもその,そのパワハラ発言とかに関しては非常に反省しておられてそのアンガーマネージメントってまあそんなもんなの受けたって私ダメだろうなと思ってましたけどやっぱりダメだったんですけどそう <laughs> いうのを受けたりとかなさっててでなん,なんでどなりつけるのかっていうと まずそのそちらのですね、辞任した時の音声は非常に有名だったので、聞いた方もおられると思うし、まだ聞いておられない方、ぜひお聞きになったらいいと思うんですけど、まあ、交差点がすごい危険な状態になっていてその、そこに工事をしないといけないと、ところが、そこの地主の方からですね、ちゃんと買い取れないんだと。で、そのことをですね、何年も職員が放置したっていうことを知って、怒り狂ってですね。 お前いいって火つけてこいっつって言ったっていうのでですねあの大変な暴言ですけどで,そのでもしも,でも市長が頭を下げ土下座でもしに行くからあの行ってこいみたいなことを言って隣つけられてその趣旨がですね明らかにその自分がとかその職員が気に入らないとかそういうことじゃなくってその市民の命に関わる問題をそんなことにするとは何事かっつって起こったっていうのでより強い支持をですね 市民から集めることになったという、まあ、そういうものですがどな、えー、り方すごいんですよね。でそれんでそんなことになるかっていうのは大体わかるんですけどその漁師さんっていうのは、えー、こう板一枚の上で乗ってるんですね船に。で誰かがですねヘマこぐと命がないんですね海に落ちるとやっぱり命がああな本当助かんないんですよね海っていうのが落ちると特にあの冬の海なんかもう助からない。 命がけなんですね命がけでやり取りしているのでなんかふざけたこととかあるとしすね、もうぶち切れるわけですみんな。<laughs> ものすごい緊張感ですねで。そういう文化の中で育たれたからそのなんかふざけてるのを見るとですねもう頭にカッと血が濁ってダーッてぶまっちゃうんだと思うんですけど、まあ、す,す,すごいことですね。最近それでできる人あんまいないな であのただ、ですねあの現在の社会においてはそういう振る舞いは非常に危険なのでだから、やっぱり政治家よりもその政治家を育てる仕事をしたりバックアップする仕事をした方が安全だしそれから泉房法一人ではですねどうしようもないのでやっぱり100人ぐらい作らないといけないから、まあ、そのうう意味でですねあの、えー、政治家を生み出す仕事をなさった方がいいかなって私が思ったのはまあそういうことだったんですが。その でそんなのですね気つ付けたって治るもんじゃないから何かあったらまたぶち切れんじゃないかなと思って、まあ、案の定ぶち切れられてですねおぶち切れになりましてですねで,、まあ、あのでもさすがですね潔くそこでお辞めになりそして、えー、まさに政治家をですね生み出す仕事に向かって舵を切られたということでですね、まあ、大変感銘を受けましたねで、まあ、きっかけを作ったあのこの 脅迫犯人はですねで2月20日に逮捕されてこの間また何か再,再逮捕されてましたねつまり何か何件もやってたんですねでしかもあれこれ別に泉さんだけにやったわけじゃなくてなんかいっぱいあちこちでこの脅迫メールを送るのは趣味だったみたいなこの人とんでもない人でまたどうせ恐ろしいことを経験したんだろうなと思うんですけど、まあ、とにかく恐ろしい状態になっておられる若い方なんですけどね22歳であのー まあそれでもですね、捕まってよかったなとで、そしてまあ本気で狙われたんでなくて、本当によかったなと、あ何しろ石井幸喜さんという例がありますので、そういうところに切り込む政治家はやっぱりすごい命が危ないんですね、それで日本はです、ね、まだそんなにたくさん、そうやって命を落とした方はおられないんですけど、多分イタリア行ったりするとです、ね、あのマフィアに裁判を起こそうとしたら、その検,検察官とかがです、ね、あの車爆破されたりするっていうようなことで。 裁判官が吹っ飛ばされるとかなんかもうめちゃくちゃなことになるので、えー、それに比べればですねまあ随分いい国だなと思うんですけど、まあ、それででもですねそういう恐ろしい事件は実際に起きますのでなのでまあ泉さんの身の安全がですねあのこれで一応確保されてよかったなと思っておりますでまあ去年の12月ぐらいにですねこうあの明石、えっと、市,市民の会立ち上げられてであの候補者を選定されていってですね でも、市長候補が肝心の、ね、後継者がなかなか決まらなかったんですが、ようやく、えー、決定したようですね。で、あのーえっと、丸谷聡子さん、この方は、あのー、市議、そもそも赤獅子の市議をなさってる方で、まあ、市長派だったんですよね市長。市長派は1人か2人しかおらんって言って,言っておられた、その1人か2人のお一人ではないかと思うんですけど、さすがにもう2期ぐらい務めておられるし、 えー、泉房子さ,さんのようにですね、こ怒鳴りつける人は、ではなさそうなので、えー、比較的安全ではないかなと思うんですが、まあ、この方がですね、ぜひ、えー、この泉市政をですね継承、ぜひというか、しないと大変なことになると思いますね。泉市はですねあの、非常に発展しているんですね、特にある人口が増えています。もともとですね、明石って、えー、寂しくなってました。あのー 明石市って結構いいところでですね、えー、明石の駅前にお城があったなと思うんですけど、そのお城、なぜか最初から天守閣がないお城なんですけど、えーまあ、公園になってて、非常にいい感じのところでですね、そこに、あのー、ま、あじゃのどかな町が広がっておりましてですね、ただし、えー、やっぱり、この、ここ30年間ぐらいのですね、 経済の変化として、駅前がさびれる、でそれで人がいなくなる、とか行っちゃうみたいな流れがですね、やっぱり結構、明かしあたりででも強いんですねでそれは私のたまたま東松山というところでですね、市長選挙に出てびっくりしたんですけど、<laughs> <laughs> 何にびっくりしたかっていうと、えー、埼玉県って奥の方でありますよ、真ん中ぐらい、ど真ん中ぐらいなんですけどね。 でも、えー、池袋までですね、なんとかラインナーとかやつに乗ると、45分とかで行けるんですよ。で、高いですけどね、多少お金はかかるとはいえですね、私なんかまあ毎日大学行かないから、えー、と週に何回かっていう感じだったので、えー、もうそれ使わせていただいてましたけど、1時間、に一本しかなかったかな。で、であそれでないにしても、ね、1時間ぐらい休校になれば着くんですよ。で、しかもあの割と、割、えー、と始発っぽいところなので。 座れたりしてですねなのでまあ通える範囲なんですねどう見てもねで横浜まで2時間休校のって行ったことありましたがさすがに疲れましたけどそれでずっと座っていけるんで何とか行けましたけどそのまあそういうわけでですね、まあ、かなり便利なとこです日本全体で見ればところがですねえー、やっぱ過疎 <laughs> 過疎地なんですよねもちろん全体ではないですよあの その駅があってでそこから車で、まあ、バスが非常に不便なんで、まあ、車で行かないとしょうがないみたいな感じなんですけどでやっぱりその市街地か調整区域になっている非常に美しいですね、えーまあ、いわゆる武蔵野,武蔵野の,あの,の残っているです、ね、あの公園巨大な国立公園があるところですが森林公園ってやつですけどそういうものの周辺とかです、ね、ものすごく綺麗で素晴らしい農村なんですけど。 まあそういうところはです、ね、やっぱ人口が流出していてですね、高齢化しているというのは例のです、ね、現象が起きてるんですね。で、でそれで駅前にマンションが建ったりして、えー、そこがあっという間に売れるんです。で、あやっぱりすごいマンション、駅前、ね、45分で行けるし、えっとその安い、比較的安いから、そうやってマンション買ってですね、東京に通う人が若い人とかが来て人口増えるんだと思ったらです、ね、違うんですね。なんかその ニュータウンとかがあってで、ニュータウン結構遠いんですね、駅から。で、昔はバスが頻繁だったけど、だんだんバスも減ってきて、で高齢化してます、ニュータウンが、70歳ぐらいになってて。で、そうしたらですねで、だんだん住めなくなってきて、そこに。で、高齢化した方がですね、家売って、もう息子さんとか娘さんとかも帰ってこないんで、もう売って、で、それで駅前に引っ越してで、そこで余生を過ごすために、あっという間に売れたんだという話を聞いてですね、<laughs> 踏んどるなみたいなあの、結構びっくりしましたけど、どのぐらい実はこれ聞いただけなんで、確認してないんですけど。で、あとですね、その、まあその、まあ、すごいんですよね、ニュータウンとかの,その高齢化ぶりと、それから廃墟化、なんつそのゴーストタウンみたいになってきてて、でそういうことのも、が、こちらでですね、駅から遠く離れた高台のところにある立派な、もう非常に立派な家が並んでるニュータウンが、 押すと暗化してです、ね、子供がほとんどいないみたいな状態であるのに、駅の反対側にですね、新しく住宅地ができてるんですね、しかもそこはじゃあ、なんで空いてたのって言ったら、その湿地なんだと。で、駅のすぐ近くなんだけど、もう湿地で、なんとか住めないよっていう感じで、ずっとあったところが今度、分譲されてですね、でそこにあの新しくショッピング、巨大なショッピングモールができて。 でそそこ開発されてっっちには若い人いっぱい人ぱ住んでるんんでですよねなニュータウンでやんないのあっちのニュータウンっていう感じなんですけどで、えー、そしたら案の定ですね台風14号がなんか来た時に、えー、そのショッピングモールが水浸しになって半年ぐらい、えー、閉鎖されたりして大変なことになってましたがそういうわけでですねあのそんなところでもその都市化による、えー、と圧力による過疎化みたいなもの若い人の流出 ん頻繁に起きてるんですねで明石市っていうのはちょっと関西でいうと大体そういう距離だと思いますで。新快速っていう素晴らしいシステムがあってですね、あの大阪から大阪、京都、西、明石、きみたいな、めちゃくちゃ速いで、ね、特急列車だけど無料みたいな、特急券なしみたいなやつが、頻繁に走ってれば15分に1本走ってて、ですね夜遅くまで走ったりとかしてるので、明石っていうのは結構便利なところだと思うんです、そういう観点で言えば。でも えー、そういうそのゴーストタウン化みたいなの高齢化みたいなやっぱりさ着々と進んでたんですね。えー、で、それであのー、赤市,市民の会を引っ込めるのを忘れてました。<laughs> で、あのー、着々とですね、やっぱりそういう、なんていうんですか、あのシャッター外化みたいなやっぱり進んでたそうでして、そこにまあ僅差でえ勝利してですね、泉さんが市長になったわけですね。でその市長になって えっと11年、12年の間、ですねその、まあ、大変な変化をこう私は引き起こしたと思いますがで、具体的にどうやったかっていうのをお伺いしたらす、ね、すごい面白かったんですけども、も私もですねあの東松山市の市長選挙で、えー、市長、まあ、多分通んないけど、出ちゃった以上はひょっとしたら通ったら大変だなとか思いながら、ですねで何したらいいんだろうとか、どういうふうにすればいいかなっていろいろ考えたんです。 でその中で、その市役所っていうものをですねどうするかっていうのは、実はですねそこが一番大事なんだなっていう、えー、社長なんだと、市役所の社長になるんだと、でそうすると、ですねそそのその会社をちゃんと置くようにしないといけないっていうことは、やっぱり最大の業務なんですね、その市行政っていう、大きなそのものすごく大きな行政行政なんですけども、その財政 だから、赤石でも数百億円とかになったりする、まあ、そういう大きなお金を扱うわけですが、でも一番中核になるのは、やっぱり市役所なんですね。で、それが 1, 500人もいるとで。しかも市役所っていうのはです、ねそのし、普通の会社ではないんですね。つまり、例えばだから、どっかの土地を、えー、道路を使用、引くと。そうするとです、ね、そこの地主さんに土地を売ってもらわないといけないと。どうしたらいいんですかどうしましょうっていうときに。 息子をですね市役所の職員にしてあげましょうみたいな取引がやっぱ行われる、まあ、少なくともかつてはです、ね、そういうことよく行われたらしいんですねで,でそういうふうなつながりとかで職員がいるでそこに議員もくっついてるみたいなことになって,てですねでそれでその地元の人たちも入っててみたいなことになるので単なる会社ではないわけです。 でそこに手突っ込もうとするとですね、いろんな人がいろんなことを思うわけですよね、だからその大変だな、こりゃ、<laughs> みたいな感じで、どうやっていこうかなって、いろいろ考えて、私がまあ考えたのは、とにかく全,全職員に1年ぐらいかけてお話を聞いて、えー、困ってることの全部、困ってることありませんかって言って、なんとかできる範囲のことを、まあ、市長の権限は大きいですから。 それぞれの多くの職員がですね、それぞれ、えー、とのびのびと仕事ができるにしたらどうしたらいいですかみたいなことを聞いていって、順番にそこからですね動かしていったら、えー、誰がシステムを止めているのか、誰が動かそうとしているのかが徐々に明らかになるだろうなというふうに、まあ、そういう目論みがありました、まあ。あとですね、あのこれはもう最初からの選挙の公約にしてましたけど、公約に出してたわけじゃないですが街頭で言ってましたけど、街頭っていうか、市役所行ってですね。<laughs> 言ってたんですけどあのとにかくねやたらね忙しい部署があるんですよ不思議ですけどね年金課とか保険課夜8時とか9時までずっといるんですねそこだけでみんな仕事しててで他の人は帰ってるんですよでおかしいよねそういうのを思ったので,で必ず人員増やしてですねちゃんと皆さん同じ時間に帰れるようにしますからっていうのは言ってたんですけど あとだからこれは言ったかとは覚えてないんですけどあのなな、なぜかですね、東松山の市役所って、受付がですね外注されてるのかな、その仏月の女性がね、なぜかハイヒール履いてるんですよね。で、まず全員女性だっていうのは気持ち悪いし、しかもハイヒール履いて、いつも痛くないですかって聞いたら、頑張ってますって言っちゃったんで、あのハイヒールは絶対運動靴に変えようと思いましたけども、その、だからなんでそんなこと平気でできるかってって、ハイヒール履いたことないんだよね <laughs>、男性のおじさんたちはね。 どんなに足痛いか、あのえー、でそれで、その、まあ、そういうところから変革していくっていうことだろうと思ってたんですが、あの、泉さんにお伺いするとですね、やっぱり一つは、ね、何よりも大事なのはその人事権があるっていうことで、それをちゃんと使うってことなんだと。で、ほとんどの市長は、ね、人事権を使わない、なぜならさっき言ったようないろんな事情があってですね、あの動いてるので、そこに手を突っ込むの怖いんですね。だから もうその市役所の職員同士の,その組織の話し合いとかいろんなネゴシエーションでできた人事異動案に反抗つくだけのしとは、ね、安全なので、でそれで、まあ、そうするわけです。ところがです、ね、だから年に1回だけ、だから4年間市長やったらです、ね、人事異動は4回しかやらないというような仕組みになっているわけです。ところがです、ね、泉さんは2週間に1回人事異動するんだと言っておられて。 なぜかっていうとです、ね、仕事はどんどん発生し、そしてそれ消えていくわけなんで、である仕事をするときにできる人を集めてきて、仕事が終わったら元に戻すみたいなこと、ダっちがやるみたいなことをやらないと回らないから、でかつです、ね、市役所っていうのは、えー、と9割ぐらいの仕事が提携業務、定携業務っていうのは定まった形の仕事ですね。で、あの1割ぐらいしかその流動的な仕事がないで、その流動的な仕事っていうのに市長は強く関わるわけです。 まあそもそも7割行政って言って、えー、地方自治体ってのは7割がですね国からの委託業務なんですね。でしかもあの3割のうち、多分市だったら、さらに県の委託業務とかあるので、まあ、ほとんどないんですよ。ほとんどはもう決まりきった仕事しかやらないわけだから、その決まりきった仕事にやる気のない人は移すとで。そうすると別に決まりきった仕事をすればいいだけなので、文句はない。で、市長と一緒になんか新しいことをしたいっていう人を集めてくる。 それはその1割とか数パーセントしかいない。そのぐらいはいるんですね。やっぱりどんなに、どんなに組織がダメだと言ってもいるんですよ。で、それで、新しいことをやっていくと。そうすることによってですね、それをずっと回してると、だんだんみんな慣れてくるんですね。その新しい仕事とか速度に興味を持ち始めたりするし、そういうことをやってもですね、怖いことはないんだと。恐れるべきではなくて、楽しいんだ、面白いんだみたいなのになってくると。 動き始めるんだというようよなことでしたそれからもう一つですね、そのこれは本当には目からウロコでしたけど、予算編成権があるわけですね、市長には。これ、ものすごい権利で、なぜならですね、新しい予算を組もうとしたら市議会が反対して潰すんです。だけど、すでにある予算をです、ね、削ってしまったら、もう復活はできないですね。だから無駄なし、無駄な支出は切るのはいくらでもできるんです。戻せないんですね。戻すには市長を下ろすしかないんです。 だから、えー、その予算をなくすで泉さんの場合はです、ね、その土木関係のすごいこと言ましたけどなんかあの下水の450億円ぐらいの仕事があってでそれなんでそんなにいるんだって聞いたらその10軒ぐらいの家が水100年に1回ぐらい水浸しになる恐れがあってそれを直すには、えー、市全体で,です、ね、巨大な土木工事しないといけないんだって聞いて「いい加減にしろ」って言ってそ,のそこの地域だけ。 ちゃんと守られるような、ね、手を打って、まあとはもう修理するだけっていうふうにしたら、100億もかからなかったみたいなことを何正確には覚えてませんが、もう大幅に支出を減らすことができたと。そうやって浮いたお金をですね、えー、子どもたちのために回してたっていうふうにおっしゃってましたが、そうするとです、ね、その土木、そういう下水の工事とかしたかった人はめちゃくちゃ困るから、まあ、怒り狂って大暴れするわけですけども、でもさっき言ったようなですね、その 駅前のマンションとかでよく売れるようになってでそれが高価なところも上がも上がってくるみたいなことになるとですね、都建屋さんも別にそんな,そんなわけのない仕事しなくたってっていうことになって、その支持者はどんどん増えて、そちらをですねその政策を知る人が増えてるんだと。それでもですね、あの公共工事以外では、えー、儲からないっていう方がおられますね、それはその液晶システムの中に作ってる方ですけど、そういう人たちはですね、 何としても、何としても泉を下ろすっていうことで、一生懸命頑張るということになったわけですね。でも、今回、泉さんがそうやってその社会的な構造の方を変えている、これ、すごく大事なことで、民主党政権はですね、あのこの政権を取ったんですけど、でもその構造の方は変えられなかったんですね。当然性、ね、敵がすごいんでねあの国家、国家システムっていうのはね。 でその、えー、国家システムの強烈なサボタージュ、それからその官僚システムのサボタージュとそれと結びついたマスコミ、マスメディアのバッシングとかです、すういういろんなことがあって、えーまあ、最終的にですね政権を失ってしまったわけですが、まあ、その間に変革は進まなかったし、進んだ変革も全部戻されちゃいましたけど。あのー 明石市の場合はですねそういう構造的な変化そして人々の今に、まある意味大事な人々の気分考えの変化こういうぐらい起き始めているでそこにですねそれが今まではその泉房穂という名前と直接に結びついていたわけですがそれが取れたことでですね、えー、明石市民はもはやですね、えー、その泉市政を支持してた人たちは泉市政に乗っかるわけにはいかなくなってしまったでそうなって自分たちで担当しないといけないっていう状況に追い込まれたわけです でこれがですね、今回のこの選挙の意味ですね、でこれが、えっ、ー、と、泉市政を継承するという形で市長選に勝ち、多くの市議、そして県議を送ることができるならですね、その泉市政によって作り出された構造というものが再生産し始めるということになります。これは非常に重要なことだと思います。でこれができればですね、そ,のそれが、えー、隣の市とかにこう波及することもできるし、 またですね全然違うところにその新こういう行政のパッケージを持っていって新しい繁栄を作り出すことも可能だと思うんですね。でこういうことをその泉市長が、えー、その会長の,その明石市民の会を作ることによって日本全国に比を受けていくことができればですねそ,のそれは私はその非常にリアルな、えー、社会的な変革につながっていく道だと思っています。 まあそういうわけでですね、私がこの経済学の粉手で,で描いたような、そういう未来に向かってですね、えーまあ、希望が持てることは非常に少なかったんですが、この明石市の選挙、これ次第で、ひょっとするとですね、道が開けるかもしれません。で、これが動き始めたら、でまた本当に日本社会の復活の日が始まると言っても過言ではないだろうと思っております。でそれはですね世界の人類子供を 守るということを政治の中心に置くということこそがですね変革の思想であると思うしそれがですね人類を救う道でもあるというふうに私は堅く信じていますまそ、あ、ういうわけであの赤市市民の会をですね全面的に支持したいと思うので、えー、皆さん、えー、注目してくださいありがとうございましたえー、途中ですね安富さんがずっ と赤石市民の会のあの本部長としていてですね、何をやっとんねと。いつまでのずっと出てるなっていう風にあの本当はもうもう十分でてた。編集したんでしょう。もうちょっとねさすがに長すぎるからカットして編集したんでしょう。カットして撮り直しても大変だった。でつけつけましょうか後ろ変だったんじゃないですか安藤さん。 ちょっともう本当にやる気もうやめようかなと思ったぐらいですね。思ったでしょ、大丈夫、私も、数百回安富さんの NG カットです。まあでもね、この、この、動画あの、今回の選挙っていうのは、本当に日本の未来を占う意味では、ものすごく象徴的なあの選挙になるなと、私は思います。すすすごごいいでねね本当 <で>大事な、大事な選挙ですよ、本当でまあ、最近の三浦瑠麗さんの動画とかでもね、我々言ったけど、子供時代につけられてる傷って、本当に自分の人生を支配するので、大変なんだよっていうことをね、<え>あの言ってましたけどあの、よく誤解されるのがさ、子供を守ろうっていうふうに言うとさ、俺だって大変だったんだよっていうふうに思う人いると思うんだよね、それは気持ちわかる俺だって大変だったもん、ねで、それなのに俺のことは置いといて、子供かよって、なんか見せられた気持ちになる。 だから気持ちとしてすごいわかるんだけどもそうじゃなくって子供を守るっていうことはですね自分の子供時代にも向き合って自分の子供時代の傷が癒されることでもあるんですよ。うん、それれえられないんだよね人はねは、ね、なのですごくねでも大事なことだしその子供時代の傷とかが癒えていけばですね自分の心の中のセンサーが幸せセンサーが復活してあら不思議人生こんなにうまくっていうふうに。 なるんんだよよですよなかなかこれが信じてもらえないんですけども実際にそうなると思うんだなあどうしてなどうしょう。<る>それ、うん、それだけはそれだけは耐えられないっていう人があのよく、うんまあ、私の動画のコメント欄にも書き込んでおられてですねまあね迷える羊たちなん、ねうん、はああやっぱりつらいんだなつらいんだ痛いよなって、うん、本当に、うんうん、それはねうちらの伝え方がさ あのまだまだなってなくってあの本当にそういう自分その反が嫌だっていうふうに思う人たちも含めてまあじゃあ君たちの人生今からでも取り戻せるんだよっていうことをね、まあ、伝えていきたいなとは思ってるんだけども <laughs> あのやっぱねその泉さんとかのことすごい嫌いな人たちっていうのは一義的には利権が侵されるっていうところもあるんだけどはい <laughs> おそらくね その子供を守ろうっていうことが自分の心の傷に引っかかっちゃってでそれで嫌になるっていう人って結構いると思うんだよねだって泉さんなんてさまあこの動画ここまで見てくれた人だったら分かるけどえこんな無駄排したらあかんやろって無駄なことしてたらあかんやろっていうことでまあ工事予算とかカットしたりこっちの方がいいやんとかっていうと冷静に考えたらいいことやってるわけですよ。それでも 子供を守ろうとかっていうメッセージは嫌ななんだよねねいいまあまあ耐えられないですそれを政治政策にしちゃってるってやっぱ本当すごいなと思うんですけど現実に行政のトップになってそれを実行してきたっていうことの持ってる重さをですね、うん、それをその普通の人がまあ普通の人じゃないからねあの人結物ですから。うん 結物でしかできないんだったら流れにはならならいじゃこれが今度の、ねうん、のあのねこの市議を2期務められたこの女性の方がですね、うん、あの後継の市長としてそしてあの、うん、一般から公募された5人ぐらいの方がですね市議として移行されてるんですけど僕は、うん、もうそれぞれ立派な人ですけれど、うん、あの泉さんみたいなですね特別の変わった人ではないですよね。はい なので応援しちゃ、うん、このこれがペース視できたら大きい。はい。ああ、ぜひ実現してほしいと思いますね。はい。まあね、あのそういう意味では泉さんこう応援したいなというふうに思っていますし、あの視聴やめるんやったら別に YouTube 番組とかね、また出てくれてもあのいいと思いますんで。まあ、自分でやるとね。ぜひね、あの出てほしいし、ええ、で自分自身の心の傷をね、あの癒して人生をね。<laughs> やり直したいいっていうふうにねこう言うといやもう私も607080やとっていうふうに思うかもしれないけど大丈夫です。人生というのは何歳になっても終わりよければ全てよし。でございますなんだか灰色のね鉛の空をね見てるような気分でずっと過ごしてきてませんかでもそれがパーッと青空に変わるんですよ。 それは何歳になっても素敵なことだと思いますしでそれに関してね安富さんの本とかがすごいヒントになりますし、まあ、今回の話だったらイギルダムの日本酒とかすごくおすすめなんでぜひ買ってほしいし買い方は YouTube 説明欄に書いてありますからぜひ見てほしいなというふうに思います。それではは今日も読書じゃあ,あ、はいどうも